日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。やっていきましょう。魔界戦記ディスガイア4というわけで、タイムリープ編最終話でございます。前回、ナギとアルティナが仲直りしまして、戦争を終わらすためにどうしたらいいのかというわけで、フーカとデスコは、暴君バルバトーゼをね、頼ればいいんじゃないかと、いうわけでバルバトーゼさん探し出しましてですね、探し出しました。はい。これがね、暴君バルバトーゼです。ただね、アルティナさんが死ぬ未来っていうのを、ナギにね、話してしまったと。うっかり口を滑らしてですね、話してしまったフーカとデスコ。そしてね、アルティナさんを守るという、決意したこの方々だったんですが、当のアルティナさんどっかへ行っちゃいましたという、感じでございます。はい、というわけで、ナギちゃんに話しかけていきましょう。どこに行ったのと。そうですね、どっか行っちゃいました。あら、皆さん集まってどうかされたんですか？ちょっとアルティナちゃん、どこ行ってたのよ。ディスコ、心配したです。無事に戻ってきて本当に良かったです。ごめんなさい、国境沿いにある診療所の様子を見てきたんです。診療所？そういえばお話ししていませんでしたね。私は教会から看護師として派遣されていまして、たびたび運ばれてくる負傷兵のお世話をしているんです。今日は傷薬の補充と患者の容態を確認するだけのつもりだったんですけど、少しお話が長引いてしまいまして。ナンパされてたの？どうなんでしょうね。でも診療所には体だけじゃなく心に深い傷を負った方もいますので、彼らの話し相手になるのも大事な職務なんです。アルティナちゃん、もうその診療所に通っちゃダメよ。そうです、一人で外出するのも禁止です。フーカさん、デスコさん、ご心配をおかけしたことは心から謝ります。でもそんな悲しいことを言わないで。診療所は戦場に近いためか、医師も他の看護師も巻き添えを恐れて出て行ってしまいました。残っているのは私くらいなものです。あそこにはまだ治療を必要とする兵士さんがたくさんいます。そんな彼らを見捨てることはできません。でも、わかった、診療所に行くなとは言わない。それがあなたの仕事なんだしね。ナギッチ、それだと歴史通りになるです。歴史？気にしないで。でもどうしてあの吸血鬼は一緒に行かなかったの？あなたを見張るはずじゃなかったっけ？私からお願いしたんです。吸血鬼さんには悪いですけど、患者さんが怖がるといけませんから。よく吸血鬼が分かってくれたね。どんなマジックを使ったの？それは秘密ということで、彼のプライドも尊重してあげましょう。わかった。私も吸血鬼を刺激したくないしね。ナギッチ、この警報が鳴ったってことはまたどっかで戦争が始まったってこと？そうみたい。
フーカ、デスコ、急いで戦場に向かうよ。アルティナさんはワルッチさんと一緒に来るですよ。危ないですから。ええ、わかりました。吸血鬼さん、難しいお顔をしていましたけど、何を考えていらしたのですか？無論、貴様をどのように怖がらせてやるか思考を練っていたところだ。来世まで忘れられぬ極上の恐怖を植え付け、怯えて歪む貴様の顔を魚に、その首筋から一滴残らず血を絞り取ってくれるぞ。そうですか、頑張ってくださいね。涼しい顔をしていられるのも今のうちだと知れ。さて、私は戦場に向かいますけど、吸血鬼さんは私が死なないように見張ってくださるんですよね？だったらどうだというのだ。お優しいんですね。勘違いするな。貴様に死なれては約束が果たせんだけだ。ええ、分かっていますわ。それでは参りましょうか、吸血鬼さん。悪魔の誇りにかけて必ず貴様を恐怖のどん底に叩き落とす。必ずだ。さあ、というわけでね、戻ってきましたね。まあ、よかったです。今は無事で。吸血鬼さんは意外と優しい。知ってます。知ってますよ。それではね、行きましょうか。それではタイムリープ編。アンヤー兵糧行きたいと思います。魔物を盾にして戦ってる。兵士が怪我をしないための作戦みたい。どっちの国も考えることは同じってこと？もう人間の戦争じゃないわね、これは。でも、どうしてあの魔物たちは素直に人間の言うことを聞いているですか？デスコたちと同じように召喚されたですよね。そういや、不思議ね。私たちがナギッチに協力してるのは別に命令されたからじゃないしね。嫌なことならやめちゃえばいいんじゃない？それはあなたたちの方が特殊なんだと思うけど。違うな。では、あの戦場にいる魔物の方が特殊だと吸血鬼さんは言うのですか？でも、召喚された者はマスターに従うのが正しい契約だって伝えられてるし。都合のいい空想だな。本来、人間に召喚された悪魔が一方的に隷属することはない。召喚術師の欲望を聞き届け、自らの意思で契約を果たす。無論、決裂する場合もある。つまり、契約の決定権は術者側ではなく悪魔側にあるということですね。嘘、そんな話聞いたことない。だが、どうやら人間どもが異常な召喚術で悪魔を操り、不当な契約を結んでいるらしいのだ。異常って、じゃあレキドナもグスタークも魔物を思い通りにするために召喚術式に手を加えたっていうの？術式の錬成に時間がかからなかったのも、一度にたくさんの魔物を召喚できたのも、正しいやり方じゃなかったからってこと？そういうことになるな。まったく、人間ごときに操られるなど
魔族の恥さらしもいいところだ。そんなこと信じられない。信じようが信じまいが貴様の勝手だ。事実に変わりはない。お姉様、魔物がそこまで来ているです。やば、私たちが近づいたのがバレちゃった。話し込んでて気づかなかった私ったら。何をやってるの。見るに耐えんな。吸血鬼さん、何を。弱者どもめが、俺の拳で目を覚ましてやる。おお、いいぞパルッチ、その調子でどんどんやっちゃえ。あれ、なんだか様子がおかしいですよ。しまった、しばらく血を吸っておらんせいで力が思うように出せん。パルッチさん、燃費悪すぎです。しゃあないわね、あたしたちも加勢するわよ。ほら、ナギッチも。あれ、結局吸血鬼がいても魔物はどうにもできないの。見ての通りよ、グダグダ言っても始まらないでしょ。そうだけど大丈夫。あの吸血鬼いきなり噛んだりしてこない。心配いりませんよ。もし噛まれるとしたら私が先でしょうから。面白くない冗談言わないで。もうなるようになれ。さあ、というわけでいきましょうか。あ、バルッチ、こんなところにいますね。あー、なるほど。こっちがグスタークで、こっちがレギドラね。オッケーオッケー。まあ、あれだよね。なんだろうね。なんて言おうとしたんだろう、私は。やばい、記憶が曖昧すぎて。何をしようとしたんだっけ。こうで、こうよ。で、こう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 で、なんかまず最初に、あの前の方のあの魔物を、あれ、こうか、あれ、ドッキングができないのはそうか。あー、バルバトーズが邪魔なんだ。はい、なるほどね。だからドッキングって、あの十字に場所取っちゃうから、これでとりあえず前にいる魔物軍は撃破できて、まあ、あのこっちに投げとこうか。で、あとはこいつらだね。まあ、どうやってもいいか。よいしょ。なんか入るのは、この中に入るのはなんかちょっと気が引けるので、ちょっと外から攻撃していきたいと思います。ゾンビになっちゃうんだよな。まあ、一回ゾンビになったわ。
激怒な兵を全員ゾンビに変えてやろう。よいしょ。 OK。 なんか激怒の方が早くやられそうな気がするけど。ああ、いやいや大丈夫だ、ゾンビの攻撃は全然通ってないからあれなんだね、あんまり意味がない。よいしょ。マケンリックバンで、よいしょ。んで呼ぶソートスからのペタスターで終わりと。いうわけでステージクリアとなります。ストーリー見ていきましょう。ねえあなた本当に血を吸わないんだね。さっきも魔物に攻撃して力が発揮できないとか言ってたけど、それでも私たちを襲おうと思わないの？なんだ、貴様は俺に血を吸われたいのか？あ、そうじゃない。でも魔物の言うことを簡単に信じたりできないよ。ならば人間の言うことなら信用できるのか？それは約束は契約に等しい。必ず守る。あの娘が俺に畏怖の念を抱くまで一滴たりとも血は吸わん。そうならいいんだけど。力が出せなくなってるのに約束を守ろうとするなんて、この吸血鬼そんなに悪い魔物じゃないのかな。その人ヤバくない？ぐったりして全然動かないんだけど。意識もないみたいですね。まさかもう助からないですか？いいえ、必ず助けます。でもここで私ができる応急処置にも限界があります。この兵士さんは診療所に運んだ方がいいです。診療所ってさっき話してた国境沿いにあるってやつ？ええ、あそこなら手当てに必要なお薬も揃っていますし、ここよりはまだ安全だと思います。でもこれ歴殿の兵士だよ。その診療所ってグスタークの？お姉様、誰か近づいてくるです。そこの女、貴様が歴殿の兵士をかくまっている看護師だな。まずい、グスターク兵だ。今の話を聞かれたのかも。このスパイめ、こっちは貴様が少佐クラスの軍人までかくまっているという情報も握っているんだぞ。さあ案内しろ。おとなしく引き渡せば禁錮刑で済ませてやらんでもないぞ。こいつらアルティナちゃんを許せないです。お断りします。な、貴様この後に及んで敵国の味方をするつもりか？あの診療所には敵も味方もおりません。いるのは傷を負って苦しんでいる人だけです。たわけたことを。これ以上我らを愚弄するならこの場で処刑してもよいのだぞ。少しでも多くの命を救うことが私の責務です。命を軽んじるあなたたちに従うことはできません。どうやら話しても無駄のようだ。我がグスタークに反逆する者に正義の鉄槌を下してやろう。勝手に盛り上がんないでよね。アルティナちゃんに手を出そうってんなら私が相手になるわ。ディスコも戦うです。もうムカムカして抑えられそうにないです。
私は。なんだ貴様らは。そのスパイをかばい立てするなら同罪だぞ。うわっ、なんだ今のは。あの娘は俺の獲物だ。血をいただくまでは貴様らなどに殺させはせん。こいつ吸血鬼だ。ひぃアルディナちゃん、何やってんの。危ないって。助けてくれ。この傷薬を使ってください。放っておくと可能しますから、処置は早い方がいいですよ。引け。軍部に報告だ。貴様らの顔を忘れんぞ。シスターにスパイ容疑がかけられた。それじゃあもうすぐシスターは殺されちゃうってこと？そんな、どうすればいいの？さあ、というわけでね、スパイ容疑がかけられてしまいましたが、まあこうなったらね、まあ、あのレキドナに亡命するしかないね。まあレキドナに逃げたところで、あのグスタークの人間だからちょっとやられそうな気はするんだけども。まあどうなるんでしょうか。というわけでセーブしてから次行きたいと思います。それでは、はい。フーカ、デスコ、あの吸血鬼がいればシスターは死なずに済むんだよね。そうよ。多分きっとパルッチさんが守ってくれるはずだと思うですけど。なんか自信なさげになってるんだけど、どうしたの？いや、今のバルッチって血を吸ってないから相当弱くなってるからさ。それにバルッチさんはどこか抜けてるところがあるですから心配なんですよ。じゃあいっそのことシスターに打ち上げちゃおうか。もうすぐ死ぬかもしれないって分かってた方が身を守る努力くらいすると思うし。そっか、なんで今まで隠してたんだろう。目から鱗が落ちたです。さすがはナギッチ、天才です。そんなに褒められるほどじゃないよ。アルティナちゃん、もうすぐ死んじゃうから気をつけてよ。スタークの兵士にやられるです。サクッとやられるです。はい。ちょっとストレートすぎるでしょ。あの、私がグスタークの兵士さんに殺されるんですか？うん、いつどこでなのかは分かんないけど、私たちが言うんだから間違いないって。そうですか。教えてくれてありがとうございます。フーカさん、デスコさん。なんでそんなに落ち着いてるの？信じてないの？いいえ、スパイ容疑をかけられた以上、このままグスタークの兵士さんが私を見逃すとは思えません。私も遅かれ早かれその時が来るだろうと覚悟はしていましたから。そんな諦めたような言葉を聞きたいんじゃないです。殺されないように注意するですよ。大丈夫、まだまだ私の治療を必要としている患者さんが残っています。簡単には死ねません。それにほら、吸血鬼さんが私を守ってくださるそうですから、安心ですよね、吸血鬼さん。バカ者、何度言わせればわかる。俺は貴様が勝手に死なんように見張っているだけだ。ええ、そうでしたわね。これから沐浴に行くつもりですけど、吸血鬼さんもいらっしゃいますか？
沐浴？水浴びか？無論だ。肌を晒せば無防備になる。先の人間どもが潜んでいないとも限らんしな。頼もしいのは結構ですが、沐浴中は覗かないでくださいね。なぜだ。覗かんと貴様を見張れないだろう。確かにそうですけど、弱りましたわ。どう説明すればいいのでしょう。どうしたのナギッチ、浮かない顔してるけど。なんだかあの二人どんどん親しくなってくよね。そりゃあ二人はラブル運命ですから、ディスコはまだまだじれったいくらいですよ。ちょっと羨ましいな。どうしたんですかね、ナギッチ。さあ、天才の考えることは私にはよくわかんないわ。さあ、というわけでね、私もね、そういう役回りに立ちたいところですが、いいですね、はい。いいですね、はい。というわけで、タイムリープ編、さざめく鬼門閣行きたいと思います。みんな急いで！レキドナもグスタークも魔物をけしかけ合ってる。ナギさん、戦場の中心はもっと西の方角と聞いていましたけど。しっかりしてよナギッチ、ここら辺の地理に詳しいのはあんただけなんだからさ。慌てすぎて混乱してるですか。デスコと一緒に深呼吸するです。ふう、はあ、ふう、はあ。戦場の中心よりこっちが先。この向こうに小さな町があるんだよ。穏やかに暮らしている人を巻き込みたくない。うわ、こんなとこまで魔物が来てんの。一体どんだけ召喚したってのよ。目を覚ませ貴様ら。人間などに支配されてどうする。魔族の誇りを忘れたか。吸血鬼さん。この程度の攻撃も避けられんとは、俺も気合が足りんということだな。いたしかたあるまい。俺の言葉に応じられんというなら、その体に叩き込むまでだ。悪魔の本分が何たるかを俺が思い出させてやる。さあ、というわけでやっていきましょう。なんか多いな。いや、まあ多いけど大丈夫よ。まずは 3×3 よいしょ。で、次は単体攻撃よいしょ。で、次また 3×3 でいって、まあ、なんかね、最後多分奥の方でやるつもりなんですよ、マチェンジを。まあ、そんなことをさせる間もなく魔剣ビッグバンで処していくと。あれ、うん、なるほど。まあちょっとね、ちょっとあれですけども、まあ敵無敵のところからね投げてしまえばなんてことありませんから。では、しっかり後ろから頭をぶち抜きと、いうわけでございます。いつの間にか兵士も魔物もいなくなっちゃったわね。きっとデスコたちに恐れをなして逃げ帰ったに違いないです。それならいいけど、ひとまず町が戦場にならなくてよかった。傷口を見せてください。傷などない。
ごまかしてもわかりますよ。私がどれだけの怪我人を見てきたと思っているんですか。血を補給していないあなたがこれ以上血を失えば命に関わる。違いますか。勝手にしろ。ええ、そうさせてもらいますわ。全く理解できん。貴様のような人間は初めてだ。俺はいずれ貴様の血を吸い尽くす。まさか忘れたわけではないだろう。もちろん覚えていますわ。でもそれなら早くした方がいいですよ。どうやら私はもうすぐグスタークの兵士さんに殺されてしまうようですから。ありえんな。貴様の血は俺がいただく。それまでは何人たりとも手出しはさせん。ありがとう、吸血鬼さん。感謝されるいわれなどない。貴様はいつ俺に噛まれてもいいよ。首筋でも洗っておけ。はい、肝に銘じておきますわ。なんだかんだ言ってあの二人着実にラブの道を歩き出してるわね。この調子ならイチャコラし出すのも時間の問題ですね。ドキドキ。帰るよ。さあ、というわけでね、何か様子がおかしいナギですが、何があったんでしょうか。セーブしてからね、次行きたいと思います。それではね、話しかけていきましょう。ちょっとバルチ、私以外なら誰でもいいから血を吸いなよ。どんどん弱くなってんじゃん。そうですよ、本来の力を取り戻してくれた方が戦いも楽になるです。断る。約束は絶対だ。俺のプライドにかけて貫徹する。この前だってちょっとやられてたじゃん。そんな調子で本当にアルティナちゃんを守れるの。全く問題ない。あの娘を絶対に死なせはせん。それならせめてイワシを食べるです。バルッチさんのイワシパワーがあればひとまず安心できるです。ほら、このイワシあげるから腐る前に食べなさい。そんな生臭いものを口にできるか。俺に近づけるな。どうして兵士を助けるのをやめないの。あなたはスパイ容疑をかけられてるんだよ。自分が治療した兵士に殺されるかもしれない。恩を仇で返されても平気なの。ナギさんの言いたいことはよくわかります。でもそれでも私は困っている人を見捨てることはできないんです。おせっかいは私の性分ですから。本当に呆れた性分だね。私からもお聞きしていいですか。ナギさんはどうして戦争を止めたいのですか。話したくないのでしたら無理にとは言いません。余計な詮索をしてごめんなさい。ううん、聞いて。はい。もう3年以上経つかな。私の家はね、ここじゃなくてもっと西の国境にあったんだ。そこには新婚みたいに仲のいいお父さんとお母さんがいて、いつも喧嘩してたお姉ちゃんもいた。私の召喚術式はね、お父さんが研究して残してくれたものなんだ。幸せだったんだよ。当時はそんなことを思いもしなかったけど幸せだった。でもね、戦争が始まってすぐだった。
国境が戦場になって、私たちの家にも兵士が押し寄せてきたの。今じゃレキドナだったのかグスタークだったのかもわからない。私は家族を守るために戦いたかった。でもお父さんもお母さんも私の言うことは聞いてくれなかった。逃げるように言ったのはお姉ちゃんだった。後から追って逃げるから先に行きなさいって。私は泣きながら頼んでた。一緒に逃げて一人にしないでって。でもやっぱり聞いてくれなかった。結局逃げ延びたのは私だけだった。家は火を放たれて全焼。そこから家族三人の遺体が見つかったの。戦争は私から全てを奪った。私を一人ぼっちにした。だから戦争を止めたかった。どんな手段を使っても力ずくでも、そうしないと心が壊れそうだった。戦争さえなかったら、戦争さえなかったら、私は一人ぼっちなんだよ。もう一人ぼっちは嫌なのに。ごめんなさい、辛い話をさせてしまって。ありがとう、素直に話してくれて。ご家族を亡くされた心の痛みはどんな言葉をかけたとしても拭いきれるものではないでしょう。でもこれだけは忘れないで、今の凪さんは一人ぼっちじゃないですよ。よくわからんが、そこのやかましい二人はお前の仲間ではないのか。ナギッチ、言わしあげるから元気出しなって。しょんぼりしてても戦争は止まらないですよ。悩みがあるならデスコたちが聞くです。あなたたち、吸血鬼さんの言う通りです。すぐそばにナギさんを心配してくれるお友達がいるじゃないですか。私は一人ぼっちじゃない。なんでグスタークの兵士が魔物をたくさん連れて近くまで来てる。ここに潜んでいたのがバレたんじゃない。超ヤバくない、ナギッチ。うろたえるな、この俺が返り討ちにしてやる。そうしてほしいですけど、弱ったバルッチさんじゃ心もとないです。イワシも結局食べてくれないですし。待って、違う。兵士が向かっているのはこの近くにある。まさか診療所。さあ、というわけで次はね、あのグスタークの兵が、レキドナの兵士がいるという診療所にね、乗り込もうとしておりますが、まずはねそれを止めに行きましょう。それではタイムリープ編インシナル関係いきたいと思います。診療所はこの近く？ええ、この道を北にまっすぐ進んでいけば建物が見えてくるはずです。ねえナギッチ、なんでグスタークの兵士は診療所に向かってんの？戦争するならレキドナの領地に攻めていかないですか？多分シスターの診療所から敵国の兵士を見つけ出して処刑するつもりだと思う。ひどい、その兵士ってまだ怪我が治ってないんでしょ？動けないほどではないですけど、魔物から逃げ切れるとは到底思えません。弱った人間を魔物で袋叩きですか。ラスボスのデスコでさえ思いつかない残忍さですね。人間恐るべしです。でもなんかおかしい。
それだけのためにわざわざ魔物まで使うなんて。気を抜くな。お出ましのようだぞ。ゲゲ、何あのごっついの、聞いてないんですけど。魔人レベルの悪魔のようだな。こんな奴まで人間の言いなりとは、情けなくて怒りを覚えるぞ。ここに来ると踏んでいたぞ、スパイ女め。やはり吸血鬼も一緒だったか。どういうつながりかは知らんが、魔物を連れてきて正解だったな。そんな、まさかシスターをおびき寄せるために診療所を狙ったっていうの。どうするですかお姉様、バルッチさんにも期待できない上に魔人レベルが相手じゃ分が悪いですよ。ここは逃げるが勝ちじゃない。バルッチ、アルディナちゃんを連れてドンズラするわよ。断る。誇り高き吸血鬼が敵前逃亡などありえん。何カッコつけてるですか。アルティナさんがどうなってもいいですか。心配には及ばん。どれだけ血を流そうと俺が必ず守り抜いてみせる。吸血鬼さん。それにこいつらを一掃しておかんと、その娘を恐怖させる方法も落ち着いて考えられんだろう。こうなったらもう戦うしかない。ああ、分かったわよ。そんじゃデスコ、思いっきり暴れてやるわよ。はいですお姉様、魔人よりラスボスが最強だってことを教えてやるですよ。シスターは殺させない。私たちが守るんだ。さあ、というわけでね、魔人クラスがお出ましになったようですが、遠距離禁止、侵入禁止で、これはさよならパネル。なるほど。何も考えずに、脳筋プレイでやっていこうと思います。遠距離禁止ってことは、だからここら辺からだよね。多分当たると思うんで。両方当たるね。OK。で、これで、厄介な敵を倒したんで、あとは、こうだね。だからこれはこれでよくて、いけるよ、だってデスコとフーカはさ、やっぱあれですから、神に反逆しましたから。なのでね、魔人クラスなんてもう一瞬よ。一瞬でしたわ。というわけで、診療所も守りきったことですし、ストーリー見ていきましょう。もう、なんでこんなにたくさんいるのよ。パルッチさんはまだ戦えるですか。愚問だな。俺を誰だと思っている。そんじゃもう一頑張り行くわよ。アルディナちゃんには指一本触れさせないんだから。こっちにも兵士が。そんな、このままじゃシスターが。どうしよう、どうしよう。ナギさん、大丈夫だから。
私だって気功術を使えば戦える、あの兵士くらい。私を置いて逃げてください。あ、何を言ってるの？彼らの狙いは私です。私がおとなしく捕まれば兵も引くでしょう。このまま戦い続ければナギさんも無事では済みません。ですから、やだ、お願いします。ナギさん、私を困らせないで。聞きたくないもん、お姉ちゃん。ナギさん、もう嫌だもん、誰も失いたくないもん。お願い、逃げるなら一緒に逃げて、一人にしないで。私の言うことを聞いてよ。わかりました、ナギさんの言う通りにします。一緒に逃げましょう。診療所の近くには教会も併設されています。ひとまずそこに身を隠しましょう。さあ、こっちです。うん、お姉様、なんとか全部片付いたですね。ネスコ、もうクタクタです。今度ばっかりは危なかったわね。しばらく魔物には会いたくないわ。貴様ら、なかなかやるな。あれだけの魔物と対等に渡り合うとは、正直驚いたぞ。ふふん、まあね。何せ私たちは最強の戦士としてナギッチに召喚されたんだから。お姉様、ナギッチとアルティナさんの姿が見当たらないです。何？本当だ。やばいってバルッチ、早くアルティナちゃんを探さないと殺されちゃうかもしれないわよ。言われなくとも分かっている。くそ、俺としたことが。もしかすると先に戻っているかもしれないです。そうだといいんだけど、すごく嫌な予感がするわ。無事でいてよアルティナちゃん、ナギッチも。さあ、というわけで、2人ともいないね。まあ、拠点にはいなかったということで、2人を探さないといけない。で、多分次ラストなのかな。まあ、次、ラストだと思いますが、やっていきましょう。行きたい場所をお選びください。やはり戻ってきてはいないか。くそ、一体どこへ行ったのだ。お姉様、何をしているですか？この装置でナギッチは戦場の位置を確認していたでしょ？多分地図みたいのが入ってるのよ。さっきの場所はここだから、もし運よく逃げてくれたとしたら。お姉様、ここに教会があるですよ。そっか、アルディナちゃんはシスターだから、もしかしてこの教会に隠れてるんじゃない？行くぞ！グズグズしてはおられん！ちょ、待ちなよ、バルッチー！さあ、というわけでね。いや、意外と頭使えるんですね、フーカーってね。完全な脳筋プレイばかりだと思ってましたが。それではタイムリープ編闇四つ境界道行きたいと思います。落ち着きましたか、ナギさん。ありがとう。もう平気だよ。みっともないとこ見られちゃったね。いいえ、私も配慮が足りませんでした。ナギさんの気持ちも考えないで勝手なことばかり言ってしまって。でも今もナギさんが
私をお姉さんのように思ってくれるなら、一つだけ約束してくれませんか？約束？もう戦争を止めようとしないで。どうして戦争を止めることがそんなにいけないことなの？もしもナギさんのお姉さんがここにいたら、きっとそう言っていたと思うんです。これまでナギさんたちのお力を借りていた私が言えた立場にないかもしれません。でも激しさを増す戦場に飛び込めば、いつ命を落とす危険に直面するか分かりません。ナギさんを必死の思いで逃がしたご家族の気持ちをただ一つ推し量れるとするなら、あなたに生きてもらいたい、それだけだと思います。分かってた、そんなこと。けど一人じゃ抑えきれなかった。戦争が憎くて仕方なかった。でも今のあなたなら乗り越えられる。もう一人じゃないから。私はそう信じています。じゃあ交換条件、シスターも怪我をした人がいるからってむやみに戦場に行かないこと、それが守れるなら聞いてあげる。それは困りました。ナギさんって意地悪なんですね。今頃気づいたんだ。わかりました。じゃあお互い約束ですよ。うん、約束だよ。こんなところに隠れていたか。もう逃がしはせんぞ、スパイ女め。我らの手で葬ってくれるわ。そんな、見つかった？どうやら吸血鬼はいないようだな。ならば抵抗しても無駄だぞ。我らの戦力にはかなうまい。ナギさん、心配しなくても大丈夫です。あなただけは助けてもらえるように私が説得しますから。ナギさん、何のつもりだガキ、そこをどけ。絶対嫌。どうして、どうしてよ。シスターは何も悪いことなんかしてないのに、ただ怪我をした人を助けていただけなのに、なのにどうして殺されなきゃいけないの。ねえ、どうしてよ。ありがとう。そう言ってくれる人がいるだけで私はとても幸せです。でも、もういいの。私のためにあなたまで傷つくことはないから。お姉ちゃん、どうやら観念したようだな。手こずらせやがって。人差しであの世に送ってやる。ちょっと待って。誰だ。フーカ、デスコ、吸血鬼さん。くそ、なんてことだ。化け物の侵入を許すとは。どうやら間に合ったようだな。心配をかけさせおって。言いたいことは山ほどあるが、今はこいつらを片付けるのが先だ。さあ、あんたらアルティナちゃんから離れなさい。さもないと大怪我じゃ済まないですよ。みんな来てくれたんだ。
ち、舐めた口を叩き打って。構わん、全員まとめて切り刻め。愚か者どもめ。吸血鬼さん、まさか血が足りなくて。何も問題ない、すぐに終わらせてやる。お前は黙って俺を信じていればいい。わかりました。あなたがそうおっしゃるのでしたら私は信じます。どうかご無事で。さあ行くぞ人間ども、魔族の恐ろしさをとくと味わうがいい。さあというわけで、最終決戦なのかな。なんかめっちゃ出てきそう、めっちゃ出てきそうなんですが、まあさすがにね、ランドデマイズでぶっ放すみたいなのはやめとこう。いや、そういうね、そういう多少の美意識は私にはあるんですよ。美意識的なものが。どうしようかな。行きましょう。まあ、とりあえず他のキャラは使ってはいけないという制約はないんで、ちょっとランドデマイズだけは封印する方針で行くとして、よいしょ、まあ、とりあえず一人一人よね。久しぶりになんか連携攻撃見ましたけれども、よいしょ。で次はゾンビ化さしといて、はい、であと5人。なるほど。よいしょ。で、最後は風花にフィニッシュを決めてもらうとして、こうで、こうからの、こう。OK。うん。まあ、一旦でやればね、後ろからどれだけ敵が湧いてこようとも倒せますんで。何の問題もない。というわけでストーリー見ていきましょう。ようやく終わったな。ありがとうございます。私たちを助けに来てくれて。言ったはずだぞ、俺は約束を守ると。そうでしたわね。本当に感謝しています。おかげで凪さんを巻き込まずに済みました。一時はどうなることかと思ったんだから。凪っちも私たちに言うことないの。ごめんなさい、風花、レスコ、私もうダメかと思った。何言ってるレスコ、レスコたちは仲間を見捨てたりなんかしないです。そうよ、もうちょっと私たちを信じなさいって。友達でしょ。友達、そうだね、そうだよね。よかったですね、ナギさん。うん、ありがとう、アルティナお姉ちゃん。やったぞ、スパイ女を討ち取った。そんな、なんでですか。お姉ちゃん。おい、目を開けろ、気をしっかり持て。吸血鬼さん、無理に話さなくていい。お前を切った奴は必ず俺が見つけ出して殺してやる。やめてください。私は復讐など望みません。
衆なんて、また新たな憎しみと戦争を生み出すだけ。私は自分の信念に従って行動しただけのこと、何一つ後悔はしていません。勘違いをするな。これは復讐ではない。お前が死んだら俺はもう二度と人間の血を吸うことはできん。その腹いせだ。だったら私の血を、どうせもう長くはありませんから。ふざけるな。約束を守ってもいないのにお前の血など飲めるか。俺はお前と約束したのだ。お前を恐怖に突き落とすまで誰の血も吸わないとな。それに俺はお前が死なぬように見張ると言った。なのに。意外と真面目なのね、変な吸血鬼さん。それだけ喋れれば十分だ。生きろ。そうすればそのお人よしな頭に恐怖を植え付けてやる。私はもうダメみたい。ごめんなさい。あんな約束をしたせいであなたを困らせてしまったわね。あなたに血を吸わせてあげられなかったのが唯一の心どこ。おい死ぬな。俺に約束を守らせずに勝手に死ぬことは許さんぞ。アルチナシスター、アルティナは帰らぬ人となった。彼女の死後、暴君バルバトーゼは何も言わず忽然とその姿を消した。その背中は暴君と呼ぶにはあまりに小さかった。運命に抗えなかった風花とデスコもいつもの覇気がなく意気消沈していた。そしてナギも。戦争はまだ続いている。ねえナギッチ、最近戦場に行ってないけどいいの？デスコたちは戦争を止めるために呼ばれたんですよね。いいんだよ、約束だから。よくわかんないけど、ナギッチがいいならそれでいっか。この音はまたレキドナとグスタークがどこかで戦っているですか？あ、術式の錬成が終わったんだ。すっかり忘れてた。それってもしかしてデスコたちが元の世界に帰れるようになったってことですか？マジ？ここに来てからいろいろありすぎて私も忘れちゃってたわ。ナギッチ？ごめんね、二人とも。今まで私のわがままに付き合わせちゃって。これ、あなたたちから預かっていた時計。調べてみたけど、多分これが召喚術式に影響したんだと思う。まだわからないことだらけだけど、これを持っていれば、きっと元の世界に帰れるから。それじゃあ、術式を組み上げるね。そのままここにいて。これでいいんだよ。私は一人でも生きていくからね。お父さん、お母さん、お姉ちゃん、アルティナお姉ちゃん。待ちなさいってナギッチ、誰が今すぐ帰るって言ったの？お？お姉さまと相談していたです。もう少しこっちの世界にいてもいいんじゃないかなって思うです。どうして？あんなに元の世界に帰りたがっていたじゃない。
いやー、よく考えてみたら別に地獄に戻ったって楽しいことなんかないのよね。1日20時間労働を当たり前のように押し付けてくるし、給料はイワシだし、語尾に巣をつけろとかうるさいし。こっちでナギッチの相手してた方が何十倍も楽しいです。あなたたちってわけだから、この懐中時計もうしばらく預かっておいてくんない？本当にもう、せっかく決心したのに。何か言ったですか？ううん、なんでもない。え？ちょ、ナギッチ、なんか針がすごい勢いで回ってるんだけど。どうして？私まだ何もしていないのに。この光はタイムリープが始まるですよ。ここどこ？ああ、戻ってきちゃってるじゃん。もうちょっと遊んでいたかったのに。あ、ということはここってまさか。ナギッチのいた世界から400年後の未来になるですね。そしてここは地獄の底なのです。ちょっとナギッチ、まだ帰らないって言ったのにどうしてくれるのよ。わかんないよ。それより私まで未来に飛んじゃうなんて、一体何が起こって。ナギさん？あ、この声やっぱりナギさん。でもどうして地獄に？プリニーの姿でもないですし。アルティナ、お姉ちゃん。何が何だかさっぱりわかりませんけど、またお会いできましたね。どうした？またプリニーになり損なった人間でも紛れ込んできたのか。吸血鬼？そっか、二人は巡り会えたんだよね。よかった、本当によかった。なんだ、俺を知っているのか。そういえばどこかで見たような顔だが。忘れたんですか、吸血鬼さん。ほら、400年ほど前の人間界でお友達になったナギさんですよ。ナギ？ああ、思い出したぞ。俺にイワシを勧めてきた女だな。え？イワシ？何言ってんの、バルチ。イワシをあげたのは私たちでしょうが。そうですよ。人間の血を吸ってないせいで記憶がごちゃごちゃになってるですか？お前らこそ何を言っている。お前らと過去に知り合っていたならもっと前に気づくだろう。そうですね、あの時は風花さんもデスコさんもいませんでしたけど。あれ、どういうこと？詳しいことはわからないけど、過去の出来事が未来の都合に合わせて変わっているみたい。そうなんですか。一緒に戦った記憶がないなんてちょっぴり寂しいです。まあいいんじゃない、いろいろあったけど無事に戻ってこられたんだし、これで一件落着ね。ちょっと待って、あの懐中時計はどこ？私は知らないけど、デスコは持ってないの？さあ、こっちに戻ってきた時にはもう見当たらなかったです。過去に置いてきたんじゃないですか。嘘。じゃあ私はこれからどうすればいいの？そんなの決まってるでしょ。またみんなで一緒にここにいればいいじゃん。え？アルティナさんもバルッチさんもいいですよね。
事情は分かりませんけど、私は構いませんよ。もっとナギさんとお話がしたいですし。異論ない。俺がイワシに興味を持ったのもお前のおかげだと言えるからな。みんなありがとう。というわけで、最後はね、みんなで未来に戻ってきたと。まあ一人はね、完全に未来に飛ばされた形になりましたが、というわけでタイムリープ編でございました。エンディングがあるんで、いつも通り、最後エンディング終わりまで飛ばしていきたいと思います。さあ、というわけで、セーブ画面に戻ってまいりました。というわけでね、今回でタイムリープ編クリアして、そして、ん、あ、なんか動けんねと思ったら、やばい閉じ込められたやばい閉じ込められたどうするのこれ。これさ、なんか一回、やばい、やばくない、これ。タイムリープ編は最初からになるんだ。ちょっと待とうぜ。ちょっと待とう一回。こんなところでスタックするとかさ。やばくないですか、スタックしちゃった。どうしよう。なんか、やり方ない。タイムレイプ編から戻ってきたらスタックしたんやが。タイムリップ編は初めからなんだよね。フーカンとデスコ編に行って続きから始めるにしても、だこれフーカでも抜けれないもんね。どうしようまあちょっと次回までになんとかしないといけないので、ちょっと次回までになんとかしておきたいと思います。というわけで、ちょっとね、多分これ上がってるの1月の20日かな ?20 日だと思うんですけど、ちょっと次の撮影まで時間空くかもしれないです。次の投稿までね。次もストーリーは一通り見終わったんで、まあ、やり込み要素ぐらいなんだよね、やるのがね。なんかやり込みまだね、ちょっと今いけませんが、マップエディットとか、海賊船とか、まあ、ちょっとあるんでね、まあ、そこら辺もまた実況していけたらなと。思っております。なんとかしてね、これこっから出ないといけないのにね、どうしようか。まあちょっとこの問題は次回までに解決しておきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。